風おおむね順調に流れています。警視庁交通情報ラジオ午後5時40分現在の交通情報をお知らせします。八谷南小岩周辺南口方向の交通状況です。蔵前橋通り西口は工事のため付近で車線規制が行われています。環七通り内回りは奥取橋を先頭に総武立橋まで 0.5 キロ程度流れが悪くなっています。青戸八丁目付近を先頭に1キロ程度流れが悪くなっています。平和橋通り北行きは辰巳橋を先頭に 0.5 キロ程度渋滞しています。首都高速中央環状線内回りは千住新橋を先頭に小菅ジャンクションまで 1.5 キロ程度流れが悪くなっています。なお首都高速最寄りの入り口で閉まっているところはありません。続いて南小岩周辺北行き方向の交通状況です。千葉街道北行きは石川橋から北本中学校前まで大峰順調に流れています。警視庁交通情報ラジオです。